よいしょ。どうも、今日からサッカー YouTube やっていきたいと思います。まずは、今日古今東西リフティング。え、今日はインステップ、おインサイド、アウトサイド、モモ。頭、肩、そして最後かかてやっていきたいと思います。つま先で。タッチ制限3タッチ以内でどの国名だったりサッカー選手の名前だったりで古今東西やっていきたいと思います。僕ら上手いんでね、余裕っすね。哲学出身見せるぞ。行きましょう。お題はじゃあカメラマンからお題をお願いします。お願いします。国名、お題国名入りました。ユニセップとかさ、なんか分かんないづらいのはそっちで判断します。エクセップだけ国名3タッチ。罰ゲームは一番負けが多かったやつ奥まで走って帰ってきます。じゃあインセップ国名スタート。ブラジル、日本、韓国、中国、インド、パキスタン、インドネシア。うわあ危ない。アルゼンチン、危ねえ。カタール、うえい。サイズのメニューいきます。スタート。待て、ドリンクも OK。 レフどこいる。レフダメ、ドリンクダメね。ドリンクダメ。デザート OK。 ダメ、デザート OK。 デザート OK。 タラコソースのシシリ風。イラノ風ドリア乾杯ね。カルボナーラ、ミラノ風ドリア温玉付き。うぇーい、ペペロンチーノ。カルボナーラ温玉付き。あー、ユキは辛味チキンが好き。トリュフ、トリュフ。何だ、バカドリのチキンディアボラ風。知ってんじゃん。シナモンフォッカチオ。うわ、来た。シンプルにパン。あれ、あれ、インステップ。レッド一緒。
世界でいいんだね。オッケー。ちゃんと整備してくれてるからね。マジいい人だから。ラン整備の邪魔にならないように移動しました。次は、ね、僕は頭で。頭。でお題がサッカーチームの名前。サッカーチームの名前。はい、もう世界どこでもいいらしいんです。バルセロナ、レアルマドリー、ビジャレアル、アトレティコ、インテル。入ってる。ミラー、ユベントス、ユベントス、ユベントス、藤田真由紀、急にアスルクラロス、フィオレンティーナ、マジョルカ、やべえ、ねえ、やべえ、エスパエスパレイソル、松本山田、高いよ、おいおい、はい、今な、こいつで、高いと関係ないから、これもう一度いらないような感じ、はい、で今何回ミスった？マシオさん、1、1、はい、第1日ね、オッケーオッケー、次は肩ね、で、お題ちょっと多めのやつがいいんだ。おにぎりの種類、唐揚げもありだよ、俺の唐揚げです。
最後なんかかかととかつま先とかやったけど、ゲーム負けたやつ手あげろ。目つぶろ。下向こう。ゲーム、一回目つぶろ。最後2ポイント。最後2ポイントで、まあ自己申告で出てきてほしいと思うから、負けたやつ手あげて、目つぶって、はい、はい、手あげろ。